いどうもピョキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコーストロールレベル2個ということで、久しぶりで日本人のコースだね。最近ずっと海外の方のトロールコースばっかりやってたからさ、日本人の方のトロールコースめっちゃ楽しみにしてるんですよ。そして僕気になってることがあって、この制作者さん上上下下左右左右 BA っていうコナミコマンドの名前なんだけど、この場所でそのコマンドを入れたら一体どうなるのか検証していきたいと思います。上上下下左右左右 BA強制的に戻されたね。強制的に戻されたねじゃねえんだよ。いいから早くさっさやれよどうせ飛ばされてるってこのオープニング。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.61% だったね。さあ開幕今日は何が来るんでしょうか。一旦このまま右行ってみる。あのオンオフは怪しすぎるよ。開幕口裂け植物。なるほどね、ここは左のオンオフをしたら先に進めるっていう感じなんだね。え、三回目の神回避。今日は天が僕に味方をしてくれてる。なんでこの2分の1も今日当たるんじゃないんですかね。お願い神様こっちで。あのですね、僕神様って信じる方なんですよ。毎年お参り行ってるんですよ。いつまでも楽しく YouTube が配信できますようにっつっていやこれマジバナだよ。うわ、ここは何もしないでよかったのか。じゃあここは上のパンは怪しいな。あのパン様に頼みたいところですけど、今日は土管に入っていきたいと思います。あのパンは絶対怪しいよ。僕ね、考えを改めなきゃいけない。今度神様よりパン様だね。なんでこれからはパン様を崇拝して生きていこうかなと思います。誰かパン神社作ってくれたいかな。今後トロールコースでピオキングが活躍できるようにみたいな、そんなパン神社を段ボールでもいいから作ってくれたいかな。ここは右下行けないだろう。なんで左に行ってパン様助けてもう僕は全てを見切りました。今後パン様や神様に頼らなくてもこのコースをクリアできると思いません。じゃあここで一旦 USA 記録をなくして土管に入る。これでチビになれると思うんだよね。よしよしよし、罠が変わってるのがないよな、この先チビになったことで。大丈夫だよね。じゃあここでフラー取って先に進めるのか。いや、え、これ進めんくない。チビになれんよね。え、なるほど、ここでリンクが出てくるのか。うまいね。この右下なんかブロックとかそういうわけじゃないよね。リンキャップの方はなんもないで、ね、それじゃあドアに入っていきましょう。次は、あ、中間ポイントくれて、こっからまたなんか違うっていうわけね。はい、それじゃあ一旦やられたんだけど、ここで左上かな。え、右どこも行けるな。ここで右に行けるのか。なんだお前ら、さっきも出てきやがって。スタート画面にもいたらここまで追っかけてくるなんて僕のストーカーか。上等じゃねえか。どこまで追っかけても来るがいい。それじゃあ僕はドアに入って逃げたいと思います。あいつら王にだねきっと。入って帰ってる。まずいぞこれは。大丈夫、これ下が正解なんじゃないの。ほら見て、僕は大体も読めてますから。でここで氷を溶かして先に行けと。今日めっちゃ冴えてんじゃない。そんで僕は何もしないでいい。絶対にそうだよ。あのキラーの裏にデカキノコが隠れてたんだろうね。っていうことは、あ、これも積んだ。積んでんじゃねえかそんで僕さ、いつも2分の1外してるけど、この場所はきっちり当てることができたんだよ。なんで高評価押してもらっていいっすか外したら外したで高評価押せって言ってるけどね僕。それじゃあここはスーパーボールフロアを取ってチャッカマンしろっていう感じで、ちょっと遠いな、遠距離チャッカマン。さあこれで、わ、オートスクロールが発動するっていうわけで、そしてここは、うわ、どっちを信用しよう。ここはドアを信用したいと思います。頼む、てたんじゃないの。うわ、右のブロック壊れんのか。あ、ドア入れんよ。なるほどね、50コインの方に土管があったのか。いや悔しいね、いつもは50コインにやられるのにさ、今日は信用した方が良かったっていうことか。今後50コイン信用していきたいと思います。それじゃあここはトゥルルトゥトゥトゥ取って上に行けと、そういう感じじゃないですねきっと
絶対こっち違う。なるほど、死に耐久劇場か。今日の主役はブンブンっていうことで、これイオンシネマで上映中だからみんな見てね。1200円だよ。さあ、あのブンブンたちは飾るでしょ、きっと。最後には結局誰が来るんだ。ドッスンドッスンじゃないよね。頼むブンブン頑張って。なんでやってんの、マネ。こういう時だけ助けなくていいんだって。いつも僕をバカスカやりに来るじゃんか、石親父。ブンブンがかわいそうだろ。それじゃあここは下を進化しない方がいいね。そしたら、なるほど、ツタが出てきてくれるっていうわけね。ここは右下か上か、上を信用したいと思います。右下怪しすぎる。ことごとく僕の世界は2分の1外すね。どうなってんだろう。いや、こっちも違うの。あ、いや、向かってよかった。絶対今のも違ったと思ったね。それじゃあ次はピンクコイン取って中間ポイントが取れたっていうわけね。はい、それじゃあ無事にね、中間ポイント2が取れたんで、このまま先に進みたいと思います。でもピンクコインがね、もう獲得してない状態になってるんだけど、あのピンクコインなんか意味あったんかな。なるほどね、ここは行き急ぐなっていうことね。左上のパウ様がそう言ってる気がする。それじゃあこのまま進みますか。上でいいのか。絶対砲台が出てくると思う。赤い砲台何か待ち受けてるんじゃないのか。すぐ僕は下に降りるからな。あ、予想的中。そしてキノコに的中。あのキノコの裏には何が隠れてんだ。だいたいテレサっていうパターンが多いんだけどね。ここも2分の1っていうパターンじゃないのか。右しか届けんね。いや、何もしない。僕は何もしないよ。え、これいけんの。いや、これ、いや、厳しいよね。そんなタスジャンみたいな求めてくる。なかなかやるじゃねえか。こういうテクニック要素も必要とするわけね、このトロールコースは。ここは右が正解だと思う。頼む。散々引っかかってるからね。ナイスオンオフだね。じゃあここで50個。え、 CP1 って書いてない。いや、でもさ、左が正解っていうわけじゃなかったよね、今ので。ここまでが絶対正規ルートだと思うんだよね。さあさあ、やってまいりました、2周目のチェックポイント1。本当にここまでが正規ルートなのか。頼む、この先まだ変わってて、そうしないと今この喋ってる間も全部無駄になっちゃうから、これ全部カットしなきゃいけなくなっちゃうから、頼む、これ待ってて。まあそう信じていこう。でも罠変わりようがなくない。さっきと違うやんか。まあまあ、でもさ、嬉しい、さっきと違うやんかだね。じゃあ上のフラワー取ったら上のブロックが崩れるみたいな。なるほど、やっぱりそういうことか。ここ左はいけないからさ、右の氷を壊してドアに入っていけと、そういう感じだね。こっからいろいろ変わってるんでしょう、きっと。うわ、待って、左の砲台下がってる。ここは下に折っておかなくちゃいけなかったのか、やっぱり。はい、なかなか鬼畜なコースを作ってくれるじゃねえか、制作者さん。確か日本人の方だったよね。ということは、ワンちゃん僕のチャンネルを見てくれてるっていう可能性もあるかもしれないね。見てくれてますか、制作者さん。どんな鬼畜コースを作ろうと、僕にとってはご褒美だぞ。みんな見えてきたね。多分この下がやられるってことは、この先ゴールがあるんじゃないのか。このドアで絶対そうだよ、頼む。ゴールはまだか。クソ、じらしやがって。チェックポイントに、またチェックポイント2からなの。この先ゴールと思ったじゃねえか。クソ。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、ワンテクバネからの挑戦状ということで、バネがとうとう僕に挑戦状を投げつけてきましたね。上等じゃねえか。このコースをクリアした暁にはバネ、トロールコースでももっと優しくしてくれよな。そして説明文にね、バネを投げて踏む以上って書いてるんですよ。たったそれだけなのにクリア率が 0.19%。 ただ注目したいところはクリア率じゃなくて、投稿した時間を見てもらっていいですか。夜中の12時半って書いてるんですよ。そんな時間までゲームして、お父さんスイッチ取り上げちゃうわよ。お父さんもなんか言ってくださいよ。今この動画を夜中の12時半ぐらいに見てる方いるんじゃないのか。明日の仕事や学校に差し支えないように、ちゃんとこの動画を見たら歯を磨いて寝るんじゃぞ。そしていつも見てくれてありがとう。
それじゃあ早速やっていきますか。 0.19%。 そんで僕さ、学生の頃夜中までゲームしてたら、おばあちゃん子だったからさ、そのピコピコ取り上げるよってやってたんだよね。ピコピコってめっちゃ可愛いなと思って今考えたら、そんじゃあこのバネを持って投げて上に行けっていう感じかな。うわ、たっか、あんな高くバネちゃんできんの。置いてバネちゃんはダメなんかな。いや、全然ダメだね。それじゃあマリオが一番高い位置でバネを投げてバネちゃんしてみるね。ここ何お前がゴールしてんだよ。いや違うんだって、マジでボンミス。次こそマリーが一番高い位置の時にバネを離してみる。え、違うのかな。一番高い位置だったらさ、バネが上に行きすぎちゃってバネジャンできないんだよね。こっからジャンプ。うわ、むずっけ。これマジで届かんばい。頼むってバネ、ちょっと教えてくんないかな。みんなに聞こえないように耳打ちでさ、秘密にしといてあげるからね。なんか喋ってくれよ。お前はどっか行ってろ。僕は天国へ行ってきます。それじゃあバネは教えてくんないんで、自力でどうにかしろっていうことですね。もう走ってジャンプする以外にないよね。うわ、あとちょっとなんだけどな。そのちょっとがマジで遠いね。もうちょっとギリギリで投げろってことかな。なんでバネをギリギリまで引きつけて投げる。ちょっと待って、これ分かったかもしんない。あんね、バネを勢いよく投げるじゃん。そして壁に当たった時、上に上がるんだよね、バネが。あのちょっとした浮遊を生かしてゴールできるんじゃないかな。なんでバネを勢いよく壁に当てて、バネが浮遊した状態でジャンプすればゴールできるみたいな。やったなるほど、そういうことだったのか。これは面白い考えだね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。